今日はモンベルトレッキングアンブレラの紹介です。で、色はネイビー、サイズは L サイズとなってます。横の長さは29センチです。径は約5、6センチぐらいで非常に軽いです。ではまず重さを測っていきます。折りたたみ傘の重さはケース付きで 168g あります。非常に軽いです、はい。ではまず傘を広げていきます。でここボタンがついてますね。これをパチッと開けて取り出すと、ここにロゴがあります、キャップに、はい。取り出すとこういう感じです、はい。自動開閉ではないので両手を使って、広げていきますと、カチッカチッと2段階で長くなりますね、はい。この折りたたみ部分のここが、プラスチック製で非常に作りが軽いですと。で広げていきます。よいしょ。広げるときはこう8本あるんですが、こう鳴らしていかないと開かないと。で広げると、よいしょ、こういう感じ。傘の面にはモンベルのダサいロゴがありますと、はい。ちょっと気になるのがこの内側にマジックテープがついてるんで、これがねちょっと目障りかなっていう気がします。傘の先っちょに、まあ、輪っかみたいのがついてるんで、乾かす時かな、用途は不明なんですけど、まあ、とりあえず輪っかがついてます。この骨部分、これ計8本あるんですが、カーボンなんですごい軽いです。街歩きで雨降ってた時に使用したんですが、まあ、ずっと持ってても疲れないし、全然持ってても重さで腕がだるくなったりしないので、普通に通勤の傘としても使用できます。で水の弾きを見ていきます。こんな感じですね。結構めちゃくちゃ弾きます。素晴らしいです、はい。赤さ自体触ってみると結構ドライな作りなんでいいですね、はい。以上、今日はモンベルのトレッキングアンブレラを紹介しました。登山はもちろん、街歩きとか、まあ、通勤時とかにもおすすめです、はい。以上です。